もう一つのジオウの最終回でもあり、平成仮面ライダーの最終映画っていうような位置づけ、仮面ライダーってここまで裾野が広いのかっていうようなことを今回やってます。岩井、平成仮面ライダーやっぱり一括りにしたくない作り手の言葉を代弁してくれてる。世の人は平成ライダーなんか関係ない。その時その時、瞬間瞬間を一生懸命生きてるんだ。みんなバラバラで当たり前、平成は石ころだらけのデコボコの道だけど、それが何が悪い、何が悪い。立ち上げ直後、アギトから仮面ライダーたちと一緒にやってきたので、そういったところは本音の叫び。平成を生きてきた皆さんがその横に仮面ライダーを置いといてくれた、それに対してのアンサー。